ニューロードでシボレーを追跡中。現状を報告してください。目標車両は危険運転を続け、アドロル部隊が2台やられました。了解、インターセプターに出動要請します。ダメージがあるようだ。ウェポンシステムがダウン、使用できません。EMP を起動中、目標を確認。許可します。前方にロードブロック部隊を配置。ロードブロックから点火規定を報告。距離がありすぎて EMP ロックオンに失敗。ジャミング攻撃のようです。ロードブロックパトロールのが目標付近で待機中。目標がスパイクを投下した。危険な状況だ。目標がロードブロックと点火口確保するんだ。ベルトの使用をそのエリアで感知しました。被疑者の身柄を確保、署に帰還中です。